はい、皆さんこんにちは。今日は先日からスノー AI というのがものすごくブレイクしてますよね。僕もたくさんの動画をアップさせていただいて、皆さんにも気に入っていただいていますし、また GPTs、 これをうまく作ってスノー AI だけではできないような歌詞、それを便利に作るようなソフトも皆さんにいっぱい使ってもらっています。でもこの画面を見てください。このソフトは Ava というソフトです。最近できたというよりもう1年ぐらい前からできていたんですが、あまり話題になっていません。日本の YouTuber の人では 2,3 人ぐらいの人しかまだ解説をしていない、そんな状態のソフトですが、僕は本最近になって知っただけですけれども、スノー AI 以上のことができるんです。でもなぜブレイクしなかったんでしょうか。スノー AI というのは難しいことを考えなくっても歌まで作ってくれて、そして動画を作ったりして簡単にシェアができますよね。スノー AI を本当の意味で広げたのはミュージシャンやDTMer さんではないんです。一般の AI を好きな画像生成 AI などでとってもブレイクしているような YouTuber さんとかがどんどん動画などを出されてですね、そして認知されていったように思うんですね。僕のように音楽の専門家が出しているスノー AI の深掘りした解説動画というのはあまりありません。まあ、あと 2,3 人ぐらいと言ったらいいでしょうか。ですからそれ以外の YouTuber さんの方はそんな細かなとことか、イントロを作るとか、エンディングまでちゃんと収めるとか、そういうことをやってるんじゃなくって、ちょっとやるだけでクオリティの高い音楽ができる、最後のエンディングまでできていなくても楽しんでBGM にしたりということができますよね。悲しいかな、音楽を作っている人はイントロからエンディングまでちゃんとできないと音楽というふうに思えない、誰から強制されたのでもなく植え込まれている、これがミュージシャンの悲しいサガだと僕は思っています。なぜなら考えてみてください。CM ソングなんか通常は15秒の尺です。ですからそんなイントロ流している BGM なんて日本中どこにもないわけです。いわゆるサビの部分とかモチーフになる部分をバーンと流して、そしてイメージさえできれば BGM の役割というのは本当は果たすわけです。ですからアマチュアでとっても DTM が上手な人、この人たちはやはり作ることが大好きですから、こんな AI なんかはあまり注目しない、これが今の現状だというふうに思っています。さあ本題に入りましょう。今画面にありますようにもう DAW のような姿をしていますね。このトラックをカチッと押すと下にはミディロールが出てきます。そしてここにはコードのトラックなどがあって、コード進行というのもできるわけです。このソフトは無料で使えます。いくらでも音楽が作れます。ただし無料版は月に3曲だけしかダウンロードできない。何せ作るのは無料なんです。でも僕がまだちょっとしかやっていない中で、でも皆さんこのようにやってください。通常このサイトに行きますとこんなような青い画面が出てきます。もしかしたら左の領域がこのようにもう少し出ているかもわかりません。そしてこれはウェブアプリでできるんですけれども、皆さんはウェブアプリというよりもダウンロードをしてほしいんですね。ちょっと更新ボタンを押します。ここにダウンロード APPというのが左下の方にありますよね。これを押します。まあその前にもちろん ID で登録したりとか、 Google のアカウントで ID を作ったりということができますので、その部分は
端折っています。ですからアカウントを作ってください。そしてここのダウンロード APP、 これを選びます。そうすると Mac と Windows と Linux、 この3つの形式でダウンロードができるようになっていますので、ここからダウンロードをしましょう。それが終わったらもうこの Web バージョンでする必要はないです。なぜ Web バージョンじゃダメなのかというとですね、リアルタイムに音を鳴らせないんです。いわゆる曲を作り終えるまで音を聞くことができません。でもスタンドアロンバージョンはちゃんと途中ででも音を確認できますので、できましたらちゃんとダウンロードをして使うことをお勧めします。はい、ではダウンロードしたソフト Aiba ですね、これを起動させましょう。画面は先ほどのものとほぼ変わりありません。今のところ英語表記というのが辛いところかもわかりません。僕も英語が苦手なんでそういう思いはありますが、ウェブバージョンで少し日本語に変換してやりましたので、大体の流れだけはわかっています。このソフトはまずはここでクリエイトというボタンで始めます。そしてコンポジションというのがありまして、フロムスタイルというのはプロンプトから音楽を作ることができます。そしてその次はコード進行から音楽を作れます。そしてこれがステップバイステップ、いろいろ聞いてきてくれて、そして順番に3ステップのような形でできるものです。そしてこの4つ目のメニューというのは過去に作ったものをもう少しリメイクするような、そういうイメージです。今日お話しするのは僕もファーストインプレッションという感じなので、ちょっと間違いをお伝えしてしまうかもわかりません。その辺のところはご勘弁ください。もっともっと研究してですね、今もここでサポートチャットというのができるようになっています。このようにやり取りをしています。向こうからも返事を返してくれています。ですから後でちょっとゆっくり読んでですね、やり取りをしたいと思います。この辺のサポート体制もとてもよくできてるなというふうに感じています。スタンドアロンの方に画面を戻しました。じゃあここでクリエイトの方からコンポジションのステップバイステップというのを選びます。するとこのようにジャンルが出てきます。ちょっといろいろ聞いてみましょう。オールドスクールラップ、これを聞いてみます。今度は EDM、 今度はソロピアノ、これはインストですね、どちらかといえば。今日はですね、フォークロックなんかが一番馴染みが深いですので、このフォークロック、これを聞いてみてセレクトしてみましょう。ここでセレクトをします。そうしましたら次はコード進行のワークフローが出てきます。ここでコードを変えたりすることができます。例えばここで G が来てまた G が来ます。この G のところをプラスを押すと2つに分けたりすることができます。そしてこれを G7 のような形にエディットしてしまうということができるわけです。はい、ここ G になっていますね。そしてエクステンションをセブンスつける、このようにするとこのように G7 とかいうふうにできるわけです。もちろんこの時点でコードが切り替わっています。ここではサイコロを振るようにですね、ジェネレートというボタンを押すとまた違うような形になりますが、先に一度聞いてみましょう。
はい、こんな感じに聞けますが、ちょっとバグがあるのか、先頭のところがですね、音が鳴らないというバグを見つけましたね。そしてここでジェネレートを先ほども説明したように押しますと、コード進行をチェンジしてくれます。はい、変わりましたね。このようにできるわけです。ここでセッティングというのがありまして、タイムシグネチャー4拍子ですね、そして G メジャー、この辺のところを変えたりということができます。そしてテンポもここで変えておくことができます。100に変えましょう。このようにしてセッティングを閉じます。もう一度ジェネレートをします。こんな形でコード進行が変わっていくわけです。そしてネクストボタンを押します。するとこのようにトラックができるわけです。一番上にはメロディーがつきましたね。ちょっとこの時点で聞いてみましょう。こんな感じにリアルタイムに聞くことができます。ちょっとメロディーを大きくしたいなと思えば、もちろん DAW と同じようにボリュームを変えたりということができます。例えば今コードがギターになっています。これを変えることというのができます。インストゥルメント、これを選びます。今ギターになってますよね。これをキーボードに変えましょう。そして EDM ピアノ、これに置き換えて、このように選んでいくことができます。こうしてちょっとソロで聞いてみましょう。このようにエコーがかかったようなピアノになりました。また変えてみましょう。今度はストリングス、アンサンブル、バイオリン1、ここでレガートとかそういうのも選ぶことができます。もうまさに DAW ですよね。はい、聞いてみましょう。はい、このように音源が差し替わりました。そしてここでリジェネレートレイヤーというのをしますと、また音符を書き換えてくれます。このようにできますし、また追加もできるようになっています。では次に進みましょう。そうしましたら最後にですね、ファイル名を一番上に入れることができます。デスト02というふうにしておきます。そして何分の曲を作りたいか、ここで選びます。そして今やった構成と若干楽器が変わっていいかという、これをチェックを入れ直します。こうなってると楽器を AI が変える場合があるということです。じゃあこれで作ってみましょう。先ほどのものはいわゆるモチーフというか中心になるイメージです。それに前後になるんでしょうか、どういう形かで曲の全体を構成してくれます。その仕組みについてはまだ僕も完全理解はしていません。今ここはほぼノーカットで皆さんに見せています。いわゆる作成時間というのを見ていただくためです。ざっくり先ほどからやったところでは30秒から1分ぐらいかかってクリエイトされることが多いです。もちろん曲の長さにもよるんだと思います。はい、出来上がったようですね。じゃあ全体を聞いてみましょう。
はい、エンディングまで一応ちゃんと収まりましたね。このような形でどんどん作っていけるわけです。パパッともう一曲やってみましょう。今度はジャンルを変えてみましょう。テクノ。コード進行がずーっと同じになっています。ちょっと切り替えましょう。変わりましたね。もう一回この形でやってみましょう。ではネクスト。テクノっぽいのができたか聞いてみましょう。はい、悪くないですね。じゃあこれでネクスト。ここらはテスト03ということで、クリエイトコンポジション。このようにできましたら編集をすることもできます。一番右の3つの点、このメニューのところからオープンインエディターというのを選びます。するとこのようにスコアというのが出てくるわけです。ミキシングというのをこのように変えたりとか、いろんなことができるようになっています。そして例えばこのコード、これを見てるとですね、このように拡大して表示することもできます。この一つの音を選択します。ここで伸ばします。すると今のセレクトモードだとちゃんとそのコードの部分がこのように伸びてくれます。わかりますか？今度はこのセレクトモードをペンシルモードに変えます。するとですね、ここで書き加えというのができるようになります。例えばこのようにということです。でもこれうまくなってるんですよね。こうやって伸ばすとまた伸びたり、コードモードではこのようなことができるようになっています。まだこの辺のところの触り方というのが僕が慣れていないので、もっと自由にこれを動かすことができると思います。編集を加えたらセーブもしくはディスカード、これで編集を取り消したり、もしくは編集を確定したり、そういうようなことができるようになっています。ですからここでベースというのがありましたら、このベースの一つ一つの音をこのようにして編集することができます。上に上げたり下げたり、このような編集が自由自在にできるということで、もう DAW と同じような編集ができるようになっています。そしてここで新しい楽器、ニューレイヤーというのも作れるようになっています。それはピッチ用のレイヤーなのか、パーカッションレイヤーなのか、そこらを選択して、例えばピッチドレイヤー、こうするとですね、新しいトラックができたりしました。このように追加をしたりするんですが、ここにですね、新しいクリエイトというのができるはずなんです。でもクリエイトができていないですよね。この方法とかはまた皆さんに追ってお話をしたいと思いますが、このようにトラック追加というのができるようになっているわけです。そしてトラックを選んだらこのようにですね、エフェクトが出てきます。例えばリバーブを切ったりとか、そういうようなことができるようになっているわけです。で、いちいちですね、まあ保存をしないといけないというところはちょっと他の DAW より不便なところもあると思うんですけれども、そのようにしてですね、編集をしていくことができるようになっています。はい、そうしまして左側のボタンを押すとこのようにできた一覧が表示されます。ちょっと聞いてみましょう。このようにしまして、実際はダウンロードですね、これを押すとこのような画面が出てきます。今は僕は無料版ですので MP3 もしくはオーケストラドミディ
もしくは Reduce MIDI というのがあります。ここで Reduce MIDI というのを押しますと、このように MIDI ファイルとして保存ができるようになります。ダウンロードホルダーに保存をしましょう。 MIDI ですからもうすぐに終わっています。ここで Studio One を立ち上げてみましょう。そうしまして、ファイルメニューから開くというのをしまして、今保存したダウンロードホルダーですね。そこから開きたいと思います。これですね。これを開きます。General MIDI のサウンドを読み込みますかということなので、はいとします。このように4つに分かれてですね、表示されています。ちょっとこのまま鳴らしてみましょう。はい、このようになりますので、 UJAM のドラムなんかに置き換えてみましょう。 VD ディープ、ちょっと鳴らします。これができるということは、UJAM のドラムソフトじゃなくても、ビートメーカーでもできるということです。キャンディ、これに置き換えましょう。はい、こんな感じになりますし、上のコードの部分ですね、これをピアノに変えてみましょう。音色を変えますね。例えばエレピ、ローズ系のエレピですね。じゃあ最後にこのメロディーをサックスか何かに変えてみましょう。アルトにしてはオクターブ高かったですので、オクターブを下げましょう。もうここまで来たら DTM をやってる方ならわかりますよね。どうにでもできるということです。これ以上のことを言う必要もないと思いますね。こんな便利なソフトがもう1年ぐらい前からあったのに、なぜ我々 DTMer という人間はですね、頭が固いのか。これは
皆さんのことを言ってるだけではありません。僕も含めてですね、もっともっとやっぱり AI とか新技術というのに目を向けてやっていたらこんなことはなかったはずです。そして日本の YouTuber、DTM を開設している人もこんな便利なソフトがあるのにもかかわらずそこには注目をしない。もちろんこれが今100点というふうな気持ちはありません。でもアイデアツールとしてはとっても便利だと思いませんか？これからもちょっとメーカーさんともお話をしたりしてですね、より日本での展開というのをですね、サポートしていきたいな、そんな風に考えています。エイバソフト、恐るべしです。そしてこれからの進化というのが楽しみですし、僕自身もまだまだわからないメニューがあるのでですね、もう少し勉強をして皆さんにお伝えできるように頑張って研究したいと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。